忖度が初めから起こるわけない。初めは命令が、それから忖度が始まるんですよ。という順番は、当然のことながら、役人たちは知っておりますから、内語尾にどうするかということを知恵を絞って対応していったんだというふうなことを認識しております。そのことを今私の口から語尾はなかったんだというようなことをお伝え、皆さん方に初めてですよ、皆さん方が初めて聞く。僕は今まではあったかなかったか分かりませんって言ってる。でもなかった。客観的な事実の上でもなかった。それ分かってる。で、私のやはり追加の考え方をまとめていくと、やっぱりなかったんだろうというふうなことを認識いたしております。あんなにですね、私たちに寄り添うようなことばっかり言ってた人が手のひら返しでですね、あの国会で嘘ばっかり言ってました。どうしてあんなことが許せられるんでしょうか。全部スルーじゃないですか。そういうことをですね、皆さん国民の方たちが、私は国民の方たちの中で悶々として諦めかけてる人本当にいっぱいいると思うんですよ。だからそこに火をつけていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってですね。それから高知の生活は辛かったですけれども、だけども冤罪は多いです。この司法取引ですね、検事さんがですねクーラーガンガンつけて電気も明るいんですよ。私は冷暖房なかったんで、本当にTシャツが血だらけになりましたし、寝るときはいつも布団までもびちゃびちゃになりました。だけどもなんていうんですかね、すごいこう看守さんたちが受刑者の方とか未決者の方にですね冷たいんですよ。すごくその奴隷みたいに命令してるんです。そしたらそのお薬漬けか気が狂うかどっちかなんですよ。で、若い人たちがお薬漬けなんですよ。もう一つはやっぱり地方自治の関係での県民投票ってが決まって、それで過半数取ったわけでしょ。まあそれはね、本来であればその沖縄県民の意思を尊重していかないといけませんよ ね。今尊重してない、してないでしょ。よく聞いといてくださいよ、ね、ところが大阪府は今度大阪大都市構想やりますよね。大阪都構想か。これで維新の党がはい住民投票で勝ちましたと言った時に、政府はそうですねって言って丸するんでしょうか。沖縄の反対だったのに大阪のをするのってならないですか。ということはすごく重要なことなんですよ。一つ一つの案件によって政府が方向性というか方針というか回答を変えてしまうということはあっちゃならないんです。沖縄の方がアウトというんだったら大都市構想なんて絶対政府はアウトなんです。それを言ってやらないといけないんですよ。僕は私としては沖縄県民の方々がの意に沿うようにしないといけません。しかも海兵隊の方はもう削減に向かってるでしょ。ガム島に行くわけですから、本来、まあ、必要があるかないか言ったらあそこの基地はあまり必要がなくなってきてるわけですよ。状況が変わってきてる。そこをもっと安倍さんはトランプさんに言わないかんだけど、何を考えてんですかね。もういらないって言ってるものを作っていってるわけですよ。国会議員が10人ほど集まって国政調査権を行使すれば、どんなとこだってやはりどんな役者だってああそうでございますかって言うんで文書やっぱ出すはずなんですけどね、それを無視してやっぱ巨大になりすぎたんですよね、あの党が。しかも内閣府における人事権の掌握ということと、そして内閣秘書官制度というので、本来の省庁の中ではそんなに出世コースを行ってない人をピッ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 と入れて自分たちの取り巻きを作って、そこから命令をする形になってるから、本来の省庁の中での仕組みから外れてしまってる。それが今進んでいて、本来の状態に戻していかないかんですよ。全部やってきたことがやはり今は日本は議員内閣制ですからね、大統領選でしたかね。
内閣制だったと思うんだけど、議員内閣制ですからね、議員の中から選ばれるだけなんです。大統領制じゃないんです。法律の通りにのっとって法律に施行したら何やってもエッチもんじゃないと思います。そうするとそれはワイマール憲法下のナチスドイツと一緒やと思いますよ。それが行われてるんですもん。日本で言えば軍部が強くなってきた時の日華事変からもうちょっと前満州事変のあの時の軍部がガーッと力を乗り切った時の掌握度によく似てるんです。それを思い起こさない。戦争を知ってる方々は特に思い起こさない。大変なことになりつつあるんだなと。緊急事態条項なんてとんでもない話、あっちゃいけない、作っちゃいけない。今はまさに分水嶺です。確実な分水嶺って、この分水嶺を戦い取っていかないと、いわゆる参議院議員選挙を戦い取っていかないと、このままいっちゃいますよ。そんなん党派がうんぬんとか言ってる時代じゃない。まずは政権を取る、まずは悪しき政権を倒す。すごいですね。それをしなしてから次の段階移らないと。どうやこうやあやこうや言ってても言ってたらまた安倍さんの方から大丈夫だないやねん、ほっといたらいいねん、そんなもん我慢我慢と思われるだけなんだ。私は学園理事長の職も園長の職も辞職して学園とは無関係であったのを知らないはずはありません。長い300日交流、家内は何も知りません。私と同じく300日間いじめられ懲罰も受けています。なぜこんなことをしたんでしょうか。官僚の不起訴が決定されるとすぐ後保釈されました。何なんでしょう。300日間に被った実損を計り知りません。家宅捜索で持っていかれたパソコン、印鑑、通帳、園児資料をはじめとする重要書類が検察庁に持っていかれ、日常運営もできず経営に重大な支障を、期待したと聞いています。企業でいうと倒産にも至るのではないでしょうか。潰れてしまえという意図があったのでしょうか。それも口を荒らす手段なのでしょうか。私の交流中、娘は銀行から定期預金の解約を迫られ解約したと聞いております。家内は新規通帳開設に農協に行き断られました。私と家内には通帳がないのです。こんな理不尽なことが許されてよいのでしょうか。籠池学園の購買、保育園の認可取り消しもありました。そして昨日3月5日夜中の11時20分私の実母が亡くなりました。私たち夫婦は忖度に左右されない公正な裁判を受けることができるのをできると信じています。私は非は非として認めつつ正々堂々と司法の判断を受ける所存です。凛と咲く日の本一の夫婦花以上です。ありがとうございます。